ごきげんよう、あすままです。今回はスピード重視で簡単なレビューです。後日アレンジやルーティンなども交えてアップしますので、チャンネル登録もお願いします。クロワッサンです。899円から100円引きでした。全部で12個入りです。キッコーマンのソイボディです。コストコで見たのは初めてなんですよ。コンビニ限定だったんですよね、最初ね。値段の方が1898円、1本あたりが 105.44 円です。豆乳おから飲料、イソフラボンが 101mg も入ってて、女性に嬉しいドリンクですね。あの揺らぎ年代の方々のサポートとしておすすめだそうです。山形のラフランスです。2kg 入り899円ってことで、これ5個入りだったんですけど、6個入りもありました。アリエールのバイオサイエンスです。いつもあの夏場はジェルボールを使ってたんですけれども、冬は溶け残っちゃうので、こちらの液体を使います。お値段はこの 1kg が、6個入って2658円から510円を引いて2148円です。それが6個入っているので、この1袋あたりが358円です。ちょっと高いかな。はい、洗剤続きます。こちらはバスマジックリンのセットです。978円から200円引いて778円で、詰め替え用です。こちら1個あたりが 194.5 円です。フィニッシュタブレットです。液体も販売されてますけど、うちもいつもこちらを使ってます。安かったので2つ買ってます。1098円から210円引きで888円です。極上空間大好きって私前にも熱く語ったんですけれども、こちらは娘用に小さめサイズです。娘の身長今150ちょっとなんですけれども、それなりに顔がちっちゃいので、小さめサイズがね、でもね、なかなか売られてないんですよね。たまにコストコでこれが出ると買うようにしています。ただ本人は黒が欲しいんですよ。すごいわがままでしょ、極上空間の黒が出るといいなと思ってます。そして、あ、切っちゃいかんとこ切っちゃった、はい、そしてこちらは、75枚入りが2パック入ってます。そしてもう4層構造なので、安いマスクだと3層構造だったりしますよね。サイズが一応ここにも書いてあるんですけれども、長辺が155ぴったりですね。高さが95センチですね。紐の長さ17センチ。1498円割ることの 9.986 です。大人のと比べると高さは95ミリで一緒なんですよ。でも、幅ですね、幅がこちらは175、こちらは155なので2センチ違います。この2センチがね、結構重要で、ちっちゃい顔の子がこれを使ってしまうとここが開いちゃうんですよね。なので、あの、もう小さめサイズこだわって探してます。キャベツ一玉今回は118円でした。20センチぐらいの大きさありますね。私の手のひらよりちょっと大きいぐらい。ちなみに大根は98円でした。大根まだあったので買わなかったですけど、安いなと思いましたね。井村屋のお餅付きのぜんざい4個入り788円から150円引きで638円です。1個あたりは 159.5 円です。電子レンジでできるんですね。600ワットで1分20秒、500ワットで1分40秒。こちらも過去に何度かご紹介しているんですけれども、サンバゾンのアサイドリンクです。オーガニックアサイドリンクですね。 1.89 リットル E です。1398円から400円引きで998円です。父安ヨーグルトアソートパックです。748円から110円引きで638円です。赤は砂糖入りだからプレーンじゃないっていうか、なんていうの、
バニラじゃないし、レギュラーって言えばいいのかな。ちょっとわかんないけど、そして、低糖ですね。糖類 50% カット、はい、が、なんか分かりにくい書き方ですけれども、この4つのセットが2つなので888ですね。748円から110円引きで638円です。1個あたりが 26.58 円です。ハインズのケチャップセットです。これホリデーセットって書いてあるので、クリスマス向けの限定商品みたいです。はい、高級感あるおしゃれな形の瓶です。シラチャーケチャップ、トマトケチャップ、ガーリックケチャップです。エバラの鍋つゆセットです。プチッと鍋、これ便利ですよね。すごく便利で美味しい、4袋入り3種のアソートです。150ml の水で薄めて使用します。なのでこれが1人分となります。サリ麺鍋に合うので、前回サリ麺買った人は多分こちら今日クーポン出てたので買ったと思います。これだけ、6個入ってるんですけど、豆乳ごま鍋と、濃厚味噌鍋ですね。こちらは4個ずつです。899円から180円引きなので719円です。割ることの20人前だから 35.95 円です。富士っ子の塩昆布です。998円から100円引きなので898円ですね。898円割ることの3なので 299.3 円です。サクサクニンニクおつまみですね。ニンニクのおつまみ1398円の200円引き、1袋あたりが 59.9 円。トリュフ味、薄塩味、ガーリック味、黒胡椒味ですね。プリマのロース生ハムです。こちらももう過去に何度もご紹介させていただいてますけれども、 110g 入りが3つ3パックセットです。オーストラリアの人参です。 2kg 入りです。2キロで338円なので、かなりお安いと思います。2キロということなので、ちょっと本数まだ数えてないんですけれども、長持ちさせる保存方法をルーティンでご紹介させていただきますので、もしよかったらチャンネル登録お願いします。北海道サロベツプレミアム牛乳ですね。こちらは2本で1リットルが2本で410円です。なので1本あたりが205円です。コストコは税込み価格です。青の洞窟の、パスタソースですね。ボロネーゼ5個、トリュフ香るチーズクリームが5個で、両方で10個入ってます。1928円から400円引きです。1528円です。10個入りなので 152.8 円です。ラスカスのクリームチーズです。キリと迷われる方多いと思うんですけれども、キリとの比較動画も出してます。わざわざ見るまでもなくですね、ラスカスは 28g で、キリの方は確か 18g で、 10g こちらの方が多いです。で、あとはもう見てわかるように剥きやすいということと、味はキリの方が、塩味がちょっと強く感じました。36個入りが1288円なので、1個あたりは 35.78 円です。デルモンテのバナナです。 1.3kg です。11月28日まで 238円です。ちなみにオーガニックバナナの方は328円でした。ハムレットチョコです。こちらもクーポン出てまして、998円から200円引きです。798円ですね。アソートの方はですね、クーポン対象外でした。なので安かったのでこちらを買ってきました。余談になっちゃうんですけど、 3M のスポンジですね。こちらもメルマガでクーポン出てたんですけれども、私は買い置きがあるので今回買ってません。ただなんで持ってきたかというとですね、すごくいいんですよ。で、100均のすぐぬとぬとになっちゃうんですよ。でもこれはね、ぬるぬるしないです。いつまでも使えてすごい丈夫なので、すごくいいです。これおすすめです。気になったものをメモしてきました。
お買い物の参考になさってください。毎週金曜日に購入したものをご紹介しています。詳しいレビュー編は随時アップしますので、チャンネル登録をお願いします。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。